はい、皆さんこんにちは。今回は仮想通貨取引ビットフライヤーの登録方法を解説していきたいと思います。その中でも特に手続きに手間がかかり一度失敗してしまったところをメインに解説していきたいと思います。取引所ですが、仮想通貨取引所では国内最大級の取扱量を誇るビットフライヤーです。また8月6日から、ステラルーメンとネムの通貨取扱いを開始して話題になっているところでもあります。動画の中ではスマホアプリでのやり方を説明していきます。はい、それでは登録の流れになります。まずスマートフォンにアプリをインストール、そしてメールアドレスの登録、段階認証等を経て、本人確認書類と本人の、登録情報の入力、あと銀行口座の設定等があります。私はですね、この中で、本人情報の登録と本人確認書類のアップロード提出をするところでですね、ちょっと、失敗してしまいまして、その辺を、詳しく解説していきます。本人確認書類の提出については、2つやり方がありまして、宅急便の方が家に来て、対面で、確認を行うっていうやり方があって、ただそれだ と,、ちょっと時間が、数日かかっちゃうんですね。ホームページで、その依頼をしてからその後で、宅急便の方が家に来るので、やっぱこういう仮想通貨の取引、お金の取引なんで、少しでも早くやって、ちょっとお金を運用したいって方もいると思うんで、そうなってくるともう一つのやり方として、普通はこっち選ぶかなと思うんですけど、本人確認書類を、携帯のアプリを使って、アップロードします。で、この時にですね、先ほどの本人情報の登録っていうところで、免許証の記載の内容と、本人情報の登録した内容が、全く同じでなければいけないんですね。はい、で、それは、ホームページの方にも書いてありまして、本人の、住所、氏名、生年月日が、同じであること、あと撮影するときに鮮明に写してくださいっていうのもあるんですけど、この中でちょっと私は情報が、免許証に書いてあることと、実際入力したことが違っていて、それでちょっとエラーですね、ちょっと時間がかかってしまいました。はい、それで普通はですね、本人確認が取れれば翌日にはアプリのお知らせ画面のところにですね、手続きの確認が完了しました、仮想通貨の購入できますよっていうふうに出るんですけど、私はそれが出ていませんでした。で、後から気づいたんですけど、書類の、中身の不備を知らせるメールが来ていました。登録内容を見たところ、本人情報が再入力してください、本人確認資料提出欄が要確認になってたんですね。それは赤字で書いてあるので、それでわかると思います。また銀行口座情報は承認済みになっていました。それで赤字になっているところは確認をっていうことなんですけど、どこがダメなのかっていうのは一個ずつ検証していくしかないんで、それは自分で一個ずつ検証しました。
それで何がおかしかったかっていうと、一般的に免許証、身分証明書の住所って正式な住民票の住所を書いてあると思うんですよ。〇〇県〇〇市〇〇町名、〇番地の〇号だと思うんですけど、登録したホームページ上では1丁目1番地1号っていうふうに入れてなかったんですね。1の1の1みたいな感じで入れてしまって、町でポイントカードを作るとか、ホームページで住所入力する場合ってそこまで入れないじゃないですか。その感覚で入れちゃうとダメなんですね。こういうお金の取引をするところなので、本人確認厳重で、それを私は1の1の1というところをですね、2丁目1番地1号というふうに直しました。それから集合住宅の場合って、例えば〇〇マンション等であれば数字がついているところもあると思いますね。その場合にローマ数字で123とかって書いてあるところもあると思うんですよ。そういうところって免許証の住所では正式なローマ数字で書いてあっても、普通はやはり普通のアラビア数字、一般的な数字で良いかと思って入力してしまうと思うんですね。私そこも免許証、身分証明書の方がローマ数字で書いてあったので、それをもうちょっと忘れちゃってアラビア数字で入れてしまっていて、そこを正式なローマ数字を入れて直しました。これをやったところ翌日に入力完了、取引利用かっていう状態になりました。この辺が少し厳しいところで、一度失敗してしまって取引開始まで時間がかかってしまったところです。なので今後ビットフライヤー始める方の参考になればと思います。以上になります。ご視聴ありがとうございました。